なんか、うん、最も喜びを感じるのはどんな時ですかと、いう質問。最も喜びを感じるのはどんな時ですか。人が得られる最大の喜びとはどんなものだと思いますか。ね、僕もあのこんな仕事をやってるのでこれ結構ね、あの特に若い人なんかから質問を受けても僕ごときが答えられることなのかなと思う。トラさんの名言がありますよね。あの三尾が何のために生きてるんだろうトラさんとか言ったらね、あの一生のうちで二度か三度、ああ今日は生きててよかったなと思う日があるだろうと、そのために生きてんじゃねえかって言うんですよ。えらい悲観的に見えるけど、三尾はその時めちゃくちゃこの失恋かなんかして落ち込んでた時なんで、あなんだ人生に 2,3 度あればいいんだっていうね、逆にそれは許しの言葉になったりして、やっぱりトラさんは菩薩っていうか方便っていうかその人に合った言葉を言うんですよね。しかも全然本人はそんなに深い意味もなく考えてて言うっていうところが一番素敵なとこなんですけど、そんな名言に比べたらあれですけど、僕の正直なところを言うと、まあ、全然理解してもらえないと思うんですけど、それは義務を果たした時です。義務を果たすっていうと、対比論で言うと義務を果たすことが喜びっていうと2種みたいなんですけど、2種って恋愛になると必ず例えば朝6時に起こしてあげなきゃならないって毎日電話したりね、そういうのが喜びになったりするんです。そういう意味でもなくて、自分で課した義務ってあるでしょ。それができたらそれ喜びですよね。例えばある番組に出るときに自然に無意識的にこういうイメージでの内容、それね言葉にならないんですよ。言葉にするともう居ついちゃって、だってそれ考えてるのが朝の6時15分で、実際に言葉にするのが7時半だったら1時間15分のスパンがあるわけでしょ。だから言葉にすると義務を果たせないんですよ。その流れが違ってくるから、その未来って決まってるようで決まってないでしょ。具体的な言葉じゃないんだけど、今日はこんなイメージで自分の義務、役割を果たせたら、番組ほんのちょっとでも自分の量分ぐらいは果たせるかなっていう感覚があるわけで、それを義務という、つまり別の言い方で言うと、義務っていうのは人から与えられたものです。社会では言うけど、僕が言う義務っていうのは自分の中で無意識的に感じてる義務なんですよ。ルーチワークともまた違うね。この義務はね、あくまでも無意識的なんだけど、結果はよく分かんない。あその時、今日は 60%、 今日は 75%、 80%、何か漠然としたイメージなんだけど、それを果たせた時にホッとしますよね。嬉しいですね。なんかね、小躍りしたくなるような、でも本当に踊るんじゃなくて、ああ今日の天気、青空綺麗だなとかね、寒いけど気持ちいい空気だなとかね、つまり、その喜びの代償は世界とこうすんね、毛穴が開いて一体感があんねん。この世界と一体だっていうんじゃなくて、スーッと自分が溶けていって一体感があんの。これは本当に何でしょうかね、いただけるものですね。その結果、自分の中で無意識的に思っている未来に対する義務、それをなんとなく果たせた時に、心の毛穴が開いて、どんな天気であってもそれとふわっと一体になる、自分がその中にちょっと溶けるようなね、大げさに言うとその感覚に満たされる何分間か、あるいは場合によっては30分間ぐらい、1時間ぐらい続くかもしれないよ。それ一番の喜びですよね。例えば文章を書いたりしてても、原稿が上がってきた、ライターさんから僕が喋ったことがほんなそれでちゃんと書かれてんだけど、その時僕がちゃんとピンとこない、こうだこうだ、もう締め切りギリギリ、この間もあったんですよ。はっと
と思いついて、カフェベローチェに飛び込んで30分か40、いや45分ぐらいかかったかなって、あーっと書き直して、でもうそこでもう限界、脳が燃えると思ってバンと、で明日ももういっぺん、もう今日での晩12時で締め切れないんだけど、ちょっと構成だけ入れるかもしれません、ちょっと書き直しねって言って、もうこれ以上も無理と思って、その晩、ほんなら朝になったら担当の人から、いやもう前の何倍もちゃんと分かりますっていうかね、よくなってた。だから結局再構成しなかったんやけどそれって義務ですよね。しかもその義務、自分が何を書くべきかっていうのは当日の締め切りの、もう当日にならないと降りてこない。だから義務はあらかじめ決めてたことじゃないの。でもこのままではダメだ、違うぞ、なこしっていうのはあるわけで、降りてきたから書いたわけで、でもそれは義務を果たした。スーッとしますね、心がスーッと、空間が空いたようにスーッと、なんか通るような、こういう土管に空気がヒューッと通る、その時が喜びで、まあ、それを例えば文章を書くとか、そうやってなんか番組なんかで小さな役割を果たすとか、あるいは僕が一番あれやってる、その音楽作る時でも、ああ自分が、ああこの曲は書けた、この曲出たっていう時に、俺はやったぞじゃないんですよ。なんかね、未来への義務を果たせたような感じになるんですよ。だから義務っていうのは課せられたもんじゃなくて、自分が勝手に課してるもんですね。それを果たせた時、一番まあ仏教人は満たされます名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの勢いで実はやりたいなと。